ザ・キャピトル・ホテル・東急は、東京都千代田区長田町2丁目にある複合ビル、東急キャピトルタワーに入るホテルである。本校では、タワー併設のオフィスフロア及び、賃貸住宅についても記載する。星が、岡砂両跡地に開業した、東京ヒルトンホテルを前身とする、キャピトル・東急ホテルの建て替え事業、長田町2丁目計画により建築された複合ビルで、ある。 隣接する、日枝神社、山王パークタワーとともに、地区計画を行っており、ホテルに、オフィス、住宅を加え、宿泊、文化、交流機能を担い情報化、国際化に対応した、施設整備を計画した。投資額は、約500億円。敷地は、国会議事堂の後輩かつ、首相官邸金傍という国政の中心地区であり、 周辺環境への特別な配慮が求められた。このため、建物の灰棟や壁面セットバック、外装の色や素材、官邸側は、バルコニーや、開閉窓を設けない等の制約を慎重に検討し、建築計画が練られた。こうした、環境条件に加え、伝統の和の文脈を具現化するため、熊健吾建築都市設計事務所が、 外観デザイン及び共用部インテリアデザインの監修を担当した。隣接する、日枝神社の山を形成する、豊かな緑が、計画地にも、視覚的に連続するよう、低層部は、立体的に植栽し、大規模な屋上緑化を行い、建物の断熱性能を高めるとともに、CO2 削減、都市のヒートアイランド現象の会話にも寄与している。これらなどから、 シジズ都市開発版の認定第1号となっている。旧ホテル時代から引き続いて、東急ホテルズのフラッグシップと位置づけられ、2010年10月22日にオープンした。名称は、国会議事堂近くに位置することから、英語で主と意味するキャピタルではなく、議事堂を意味するキャピトルから名が付けられた。インテリアデザインを受けるデザインコンセプトは、日本の名込みであり、 旧ホテルのデザイン性の文脈の延長に、新しい和のデザインの再構築が試みられ、折り紙ティーラウンジ、日本料理、水蓮等のレストランが囲む中庭は、旧ホテルの記憶につながるものとして策定された。また、ホテル各所に配置された、美術品である、篠田投稿作の水墨画、書、手志原送風作の彫刻。 北王子路産人作の額、横山総佐の日本画等は、旧ホテル園の作品をインテリアに取り込むことにより、ホテルの伝統と、その継承が表現されている。1階から5階までの低層部に、宴会場、レストラン、客室などが配置され、オフィス、賃貸住宅を挟み、18階から上の高層部に、一般客室とスパフィットネスを置き、 プールを含むスパフィットネスはホテルからの利用も、オフィス、住宅からの利用も可能な構成となっている。宴会場ロビーには、ビートルズが来日した際に、記者会見を行った旧ホテル、真珠の間の壁を移築。部屋数は251室と、旧ホテルに比べて4割強減らしたが、1部屋あたりの面積は45平方メートル以上と、大きくしており、すべての客室が、 ウェットエリアとパウダースペースが独立した洗い場付きのバスルームを備えている。長田町に入り一致するため国会関係者の利用が少なくない。公式な利用が目立つたホテルに対して、当ホテルでは私的な利用が多いとされ、官邸と隣接することから内閣総理大臣が秘書官らとレストランで打ち合わせする姿も見受けられる。ミシュランガイド東京、横浜。 湘南2012におけるの快適なホテル格付け順で赤い家マーク5つを獲得した。2021年、フォーブストラベルガイドホテル部門で最高評価の5つ、星を獲得。プリファードホテルズリゾーツにおいて、日本で初めて、レジェンドコレクションに認定される。エントランスホールを、地下鉄からのアプローチしやすい地下1階に置き、全10層、占有面積。 約2万平方メートル規模で構成される。専有部は、避難安全検証により垂れ壁やシャッターのないこの、アザプレートで3分割対応可能とした。16から17階に廃された全14個からなる、淵義務の超高級賃貸住宅である。官邸への防犯上、ノンバルコニー方式が採用されたが自然な風も、感じられるような外気導入スリットが設けられた。 ありがとうございます。